どうも皆さん、こんばんは。セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。2022年総集編第3弾、バー飲み量り売りイベントでうまかった20選前編ということでお届けしていきたいと思います。今回は年末総集編第3弾ということで新企画をお届けしていきます。実はずっとやりたかった企画でございまして、皆様にもボトルで1本買うというよりかは、バーですとかイベント、ボトルから小瓶に移し替えた量り売りといった形で、ぜひ一度一杯でも飲んでみてほしい、そんなウイスキーたちをまとめて紹介していきたいと思います。つまりテーマとしましては、ボトル買いというよりかは、まずその一杯の体験として味わってみてほしいウイスキーたちというのを、ちょっとマニアック&贅沢ボトルたちから選んでまいりました。今回のボトルも2023年に何かバーに行った時とかイベントに行った時に、あ、これそういえば動画で見たやつだということで飲んでいただく、そんな飲みたいリストに加えていただきますと嬉しいです。まずこの動画の前提といたしまして、今まで紹介してきた動画のようなタイプとは違って、ちょっとねマニアックなものっていうのも出てきます。なのでその点、何それとか、なんか難しそうといったイメージを持たれてしまうかもしれません。ただボトル買いだと1本うんまんといった高額のボトルも、バーですとかイベントであれば1杯1000円とかね、10ミリで1000円みたいな形でかなりお手頃に飲めたりしますので、どうしてもバー飲みで美味しかったものの紹介となりますと、長期熟成のものだったりとか、ボトラーズで出ているものだったりとか、他にもオールドボトルや限定品っていうところにどうしても偏ってきちゃうんですよね。そこで今回はなるべくそれぞれも丁寧に紹介していきますのと、味わいの特徴やどんなところに魅力を感じたのか、そういうところを中心になるべく噛み砕きながら取り上げていきます。正直ですね、ボトラーとかオールドボトルっていうと、うわーちょっとめんどくさいとか、うわー沼に引きずり込まれるみたいな、そういった声が聞こえてきそうなんですけれども、いきなりねシャットアウトしちゃうのはちょっともったいないかなとは思います。ウイスキーを好きな方にとっては、少しでもねさらにそこから一歩興味を持って知ってみたら、さらに楽しみが増える、そんな可能性もあると思います。もちろんそこに予算とか体力面を絡むと思いますので、何もこれ見かけたら絶対飲まなきゃダメとか、飲まなきゃ損とか、そういうことを言いたいわけではなくて、あくまで今まで私がバー飲みとかイベント飲みとか、それから詰め替えで飲んでみた中で、これは本当良かったなっていうのを、私の独断と偏見と経験と妄想で紹介してまいります。特にねこの動画を見ることにお金がかかるわけでもありませんし、無料の動画でございますんで、せっかくだったら無料で、おうおうセルジオよ、じゃあどんなものがうまかったんだいということで、いろいろ知っていただきましたら嬉しいです。その中で、あ、こんなウイスキーもあるんだみたいな感じで知っていただいて、2023年、この動画からバーやイベント量り売りといった形で一杯味わっていただく、そんな機会になれば嬉しいです。今回の動画の流れといたしましては、まず蒸留所のオフィシャルボトルから出ている限定品を3本、そしてボトラーズですとか酒屋さんから出ているプライベートボトルから4本、そしてさらに昔出ていたこのオールドボトルたちというところからさらに2つ、懐かしのボトルなども紹介していきます。そして最後は圧倒的うまさだった前編の MVP を1つ紹介していきたいと思います。これはもうね、度肝抜かれましたね。今日紹介するものは今まで以上に私の偏愛増し増しでございますんで、この中から興味があるものございましたら、ぜひね、バーとか量り売りイベントで試してみてください。それでは早速、バー飲みで美味しかった総集編2022をお届けしていきましょう。さて、まずは比較的入手がしやすいオフィシャルボトルから3本紹介していきます。まずはですね、マルスウイスキー、マルスザ YA のナンバーワンですね。こちらを紹介していきましょう。こちらに関しては、マルスウイスキーから2022年出ました限定ウイスキーでございます。なんとこれ、YA とある通り、屋久島エイジングということで、あの世界自然遺産、そして屋久杉でも知られる屋久島で熟成させたウイスキーなんです。もともとこのマルスウイスキーの原種である長野県の信州のマルス蒸留所のウイスキーと、そして鹿児島県にあるつぬき蒸留所の原種、これをですね、それぞれ蒸留したものというのを運びまして、屋久島で熟成させたものなんですね。主にバーボンダルを中心としてブレンドして、ブレンデッドモルトという形でリリースされております。これね、とにかく香りを嗅いだ瞬間、最初の印象はかなり香りに厚みがあるのと、トロピカルフルーツだったりとか、その熟れたフルーティーさっていうところがすごい良かったですね。特に少し時間が経ちますと、チョコバナナみたいな甘くとろけたような香りが広がりながら、バーボンダル由来のバニラですとか、蜂蜜といった要素も見えてまいります。やっぱりね、南で育てたお酒らしい陽気な香りが広がってきて、すごい心地よかったですね。さて、続いてはこちら、2022年12月のイベントでいただきました、長浜蒸留所の長浜アマローネでございます。こちらに関してはね、2022年抽選販売という形で登場した、一樽の原酒をそのまま詰めたシングルカスク、
かつシングルモルトウイスキーの長浜限定シリーズでございます。滋賀県にできた国内最小クラスとして知られている長浜蒸留所のウイスキーですね。今回抽選で出たのが3タイプありまして、フルーティーかつスモーキーなアマローネカスク、そして甘口かつリーフィーな香りが楽しめるモスカテルカスク、さらにはスモーキーフレーバーが特徴のアイラ島のクォーターカスクの樽で熟成を重ねたクォーターカスクというタイプがリリースされました。私はですね、こちらの3本はいずれも12月17日に開催されました国産の蒸留酒のイベントジャパニーズフェスの方で1杯ずついただいてまいりまして、特に印象に残ったのがこのアマローネカスクだったんですよね。これはオレンジですとかココナッツ、それからイチゴジャムみたいな表面をたっぷりコーティングするようなフルーティーさと、熟成の際に詰めたこのライトリピーテッドの原酒、ちょっとスモーキーな原酒っていうのが効いていて、まさにチャーミングな赤い果実系のフルーティーさと、そして心地よく鼻抜けのいいピート感というところがすごいね、綺麗に融合してました。甘み、フルーティーさ、スモーキーさ、スパイシーさ、いずれの要素も複層的に重なっておりまして、すごくね、心地いいウイスキーだなと思いましたね。バーやイベントで見かけた際にはぜひね、有料シーンで味わってみていただきたいです。さて続いて合計3本目はこちら、シングルモルトウイスキーの宮城京アップルブランデーウッドフィニッシュを紹介していきましょう。登場自体は2020年とちょっと前になるんですけれども、なかなかねこのボトル見かけなくて、ようやく今年テイスティングすることができました。続いては日本を代表するシングルモルトウイスキー、宮城県の仙台にある宮城京蒸留所のシングルモルトを紹介していきましょう。このアップルブランデーウッドフィニッシュというのはシングルモルトの余市、そして宮城京ともに登場しておりまして、2020年日華ウイスキーの創業者である竹鶴正隆氏と、そして妻のリタさんの結婚100周年を記念してリリースされたウイスキーなんですね。これアップルブランデーということでピーンときた方もいらっしゃると思います。リンゴと言いますと、もともと日華ウイスキーは大日本果汁という会社名から始まっておりまして、もともとはねウイスキーの製造に向けてリンゴジュースを製造するところから始まった会社でございました。そのリンゴジュースであったりとか、アルコールに変えたアップルワインですとか、それらをはじめ、さらにアップルブランデーといった日華ウイスキーといえばやっぱりこのリンゴってイメージがありますよね。そのアップルブランデーの熟成に28年以上使用した樽で、最後それぞれ余市や宮城京を約6ヶ月間追加熟成したっていうタイプなんです。正直ね、この甘酸っぱくフレッシュなリンゴのフルーティーさが立ち上がってきて、時を超えてね、昔の熟したリンゴフルーツが現代によみがえりましたみたいな、そんなね、こなれた香りと円熟したフルーティーさに本当にうっとりしましたね。さてここからはボトラーであったりとか酒屋さんのプライベートボトルから紹介していきます。単体で見ると1本あたりは結構いいお値段がしたりとか、えぐいボトルたちがありますけれども、1杯あたりでまず試してほしい、本当にね感動したウイスキーたちです。まず1つ目、合計4つ目はアイリッシュウイスキーティーリングの28年、信濃屋さんのプライベートボトルでございます。これはね、もう正直今年フルーティーさを持っているウイスキーの中で最も感動した1本と言えるかもしれません。正直この1本は嗅いだ瞬間に黄色い桃とかパパイヤとかマンゴーやライチといった何重にも重なるジューシーなトロピカルなフレーバーでかなり驚きました。これぞまさに本格的なフルーティーさで、本当に果汁を垂らしたんじゃないかなとか、白ワインでフルーツを何種類も漬け込んだんじゃないかなっていうほどの透明感のあるピュアなね、クリーンなフルーティーさが広がっていきます。これを嗅いでしまうと、フルーティーさを持ってるウイスキーってこういうものなんだみたいな、一つのね到達点を見つけてしまうような、そんな感動がありますね。ぜひねバーで見かけた際には、このティーリングのラムカスク20年以上の長期熟成品味わってみてください。本当にね飛びます、うますぎます。さて続いても大変貴重なウイスキーを紹介していきたいと思います。それがスコットランドのシングルモルトウイスキーリトルミルの30年でございます。こちらワンショット4000円でいただきまして、ボトルの価格はネットではおよそ26万円ほどとなっておりました。とんでもないですね。こちら続いては閉鎖蒸留所でもありまして、1772年創業、スコットランドでも最古とも言われる一つ、リトルミル蒸留所のウイスキーでございます。現在は第二工場といたしまして、南ハイランドのロッホローモンド蒸留所がその後を継いで稼働していますね。このリトルミル蒸留所はその閉鎖とそして再稼働というところを繰り返しながら、1994年には取り壊されてしまったんです。このリトルミル1杯4000円ということでね、なかなかいいお値段ではありますけれども、正直この過去の残った原酒しか飲めない閉鎖蒸留所において、30年の時が溶け込んだ琥珀色の液体でじっくり味わうっていうのは、もうね値段以上の価値があると思いますし、もはやそれを飲む、そしてそのウイスキーと向き合う時間を考えると、もうその時間にお金を払うという感じなんですよね。なんというか、ウイスキーって本来値段だったりトレンドだったり人気だったり他の人の評価だったりっていうのを全部置いといて、
好きなものを選んで飲んで、ああウイスキーって美味しいなって浸る、それでいいじゃんみたいな、そんなことをね、なんだか思い出させてくれるような、そんな飲み手の原点に帰らせてくれる一本だと思います。これは老舗のボトラーのハートブラザーズ社のレジェンズというシリーズで出ていまして、1988年に蒸留してシェリーダル熟成を重ねていった、静かに眠りを重ねていった一本でございます。もうね、言葉で言い表せないような深みと超熟による円熟した香りだったり、そしてゆっくり広がるシェリーダルのエレガントな香り、これらを初めてテイスティングした時にはしばらくね、目をつむって黙り込んでしまいましたね。もう言葉はいらないなこれは、となった感動の一本でございます。さて、それではどんどん紹介していきましょう。合計6本目はこちら、スコットランドのシングルモルトウイスキー、アイランズモルトのトバモリーからモルトマンの26年でございます。こちらに関してはちょこちょこ私が好きで買っていたりとか、新しいリリースが出ると試飲したりしているスコットランドのボトラー、メドーサイドブレンディング社から出ているザ・モルトマンというシリーズの1本でございます。ボトラーについて簡単におさらいをしますと、蒸留所およびそのメーカーから出ている一般的に目にするのがオフィシャルボトル、そしてその蒸留所から原酒を買い取る形で独自でその瓶詰め業者が熟成だったり瓶詰め、そして販売をしているのがボトラーのウイスキーたちでございます。そしてこのモルトマンって樽の特徴が結構はっきりしたものも多かったりとか、特にこのトバモリ、他のボトラーとかも含めてみても、シェリーダル系でもかなりね、どっしりとしたバッチバチのシェリーダル系の印象があったんですが、このモルトマンのトバモリ26年はね、かなり変わり種でございました。特にリフィルシェリーダルで熟成させてるっていうところがまたいいんですよね。リフィルのシェリーダルを使っているので樽の印象もかなり柔らかくなってますし、そこまでバッチバチに重たいシェリーダル感というのはなくて、長期熟成した美味しさっていうのがそのままね、ダイレクトに広がっていきます。私が飲んだ印象としては、パイナップルとか黄桃とか、それからメロンやマンゴーといったジューシーなフルーティスさがこれでもかと詰まっていて、正直ね、ストレートで一口飲むだけで本当にうっとりします。これはまだ飲んでいないという方がバーで偶然見かけたとしたら、絶対に一杯飲んでみてほしい、それくらい強くおすすめしたいウイスキーですし、桃の香りを中心に他にもトロピカルフレーバーがバッチリと効いたこのエレガントなトバモリ、ぜひ試してみてほしいです。さて、続いて合計7本目、こちらがザ・ファイネスト・スペイサイド24年ワイズ・カスクというウイスキーでございます。これはですね、先日ウイスキーフライトという形でリカマンさんが販売しているこの6本1単位のこの量り売りで購入した中に入っていたウイスキーでございまして、これもね、本当に素晴らしかったですね。これは量り売りで買ってみて試したんですけれども、ちょっと何これ、めちゃくちゃ桃とバニラと蜂蜜の香りが綺麗に融合してるじゃんと感動しまくった一本でございます。あの白桃の皮はね、ペリッと剥いた時みたいな甘みとフレッシュなこのかすかな甘酸っぱさっていうところが、シュパッと水滴でね、この目の前に浮かんでくるような、そんなみずみずしい香りがありましたね。このワイズカスクということで、大手酒販店のリカマンさんの関連会社である株式会社トコーさん、そこが輸入やプライベートボトルとして販売しているシリーズですね。なんせスペイサイドの名門蒸留所、あのマッカランらしき原酒がシェリーダルではなくて、これバーボンダルで熟成されてるんですよね。そのバーボンダルから来るようなゴールドカラーのこの美しい色味と、そしてトップの明るく陽気なフルーティーさ、本当に素晴らしかったです。さて、ここからは懐かしく美しいオールドボトルたちを紹介していきましょう。昔と今では製法原料込みで香味がガラッと変わっていきますので、ぜひね、もし見かけた際に飲んでみていただきたいです。さて、そんな中で合計8本目に紹介したいのが、スコットランドのシングルモルトウイスキーローズバンクの1991年のものでございます。まず1つ目は、スコットランドのローランドエリアの閉鎖蒸留所として知られるローズバンク蒸留所のウイスキーです。これは1991年に蒸留して樽に詰めておりまして、16年以上熟成、そして2007年に樽詰めされた1本でございます。この蒸留所は1993年に一度閉鎖されてしまっておりますので、91年蒸留となりますとかなり貴重な原酒ですよね。今も復興計画が進んでいるところではございますけれども、その貴重な閉鎖前のウイスキーというのがまだ残っております。そもそもローズバンクというのは割とライトでドライな酒質でもありますし、その中に華やかさを持っているというのがすごく魅力的だったんですよね。この91年蒸留の1本に関しましては、麦芽の甘くね、ふくよかな香りとクリーミーさが素晴らしくて、レモンケーキとか蜜蝋のような甘みが詰まってて、かなり穏やかなんですけれども、どこかね、リッチで満足感がある、本当に素晴らしいウイスキーでした。これもよかったらバーで見かけた際に一杯味わっていただく、そんなリストに加えていただければと思います。特に今後蒸留所の再開とかっていうのが進んでいく蒸留所も様々ありますので、今のうちに閉鎖前の味わいを知っておくっていうのも一つありだと思うんですよね。
さて続いて合計9本目、それがスコットランドのシングルモルトウイスキースペイサイド地域のロングモン1996-17年シェリーカスクでございます。お次はジ・アルティメットのシリーズからニッカーウイスキーの創業者竹鶴正隆氏がこの実地研修でも訪れたスコットランドのロングモン蒸留所のウイスキーでございます。本当にねこれ素晴らしかったですね。この1本に関しては17年熟成というね中間的な熟成感なんですけれども、シェリーダルに詰められた1本でございまして、奥に潜んだどっしりとしたピート香があるんですけども、その香りとともに深いシェリーダル熟成の香りが重なってかなり深みのある香りでした。なんというかピート香が最初にバチッと広がってその後にシェリーダルの甘みが広がるみたいな、もう香りや味わいの前後がある感じではなくて、完全にこのねピート感とシェリーダルの甘み、ドライフルーツ感みたいな、そういう香味が重なっていて、まさにね2つがこう溶け合ってるんですよね。 57.8% とかなり飲み応えがあると思いきや、非常に膨らみのあるふくよかさと甘みがありまして、気づいたらスルスル飲んでしまいました。もうね言葉では言い表せないくらい、もうね複雑味のあるピートとそしてフルーティーさが詰まったウイスキーでしたね。さて最後の1本10本目に関しましては、先日の YouTube ライブでメンバーさんの二次会で量り売りを飲んで言葉をしばらく失って、もはや配信ということを忘れて浸ってしまった1本でございます。それがこちらのスコットランドのシングルモルトウイスキーアイラ島のアードベックレアカスクでございます。これはね一言やばかったですね。本当にやばかったという言葉がぴったりだと思います。そしてなんとボトルで買おうとするとおよそ30万ほどするんですよね。もう目玉飛び出ますね。当時はねこちら量り売りで買ったボトルを大事に取っておいて、その二次会で飲んでったんですけど、まだちょこっとだけ残ってるんですよね。これはねほんと素晴らしかったです。正直もうスモーキーフレーバーの深さと時間をかけて現れるフルーティーさで、このボリュームのある味わいなんですよね。まさに特別なアードベックの美味しさでございました。こちらに関しては京都の有名なインポーター兼オンライン主販を行っている京都ファインワイン&スピリッツさん、こちらのボトルでございまして、22年熟成のアードベックです。こちら中身に関しては98年蒸留のウイスキーをアメリカンオークのリフィルカスクで6年、そしてさらにセカンドフィルのオロロソシェリーカスクで16年熟成しております。もうね心地よいタンニンと深いドライフルーツ感とピート感、これがねまさに最高峰のアードベックだなと思いましたね。正直ねもう一口飲めばもう言葉はいらないというくらい、この心地よい余韻のピート香と伸びやかでエレガントに広がるシェリーダルの香りでうっとりいたします。さていかがでしたでしょうか。やばいボトルばかりで私も紹介するのかなりドキドキしましたけれども、今回の紹介でバーに行った時とか量り売りで飲む時、頼む時、またイベントに行った時とかに、あこれ見かけたら飲んでみたいなみたいな、そういったワクワクするテイスティングリストに書いていただけましたら嬉しいですし、バーに行った時とかにこれちょっと頼んでみようかなみたいな、そういう参考になりましたら嬉しいです。この動画参考になりましたらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。ちょっとねマニアックなお話も続いてしまったので、だいぶちょっとお疲れなところもあると思いますけども、最後は一緒に一杯ストレートで味わっていきたいと思います。ぜひ一緒にグラス準備いただいて乾杯していきましょう。さて準備完了いたしました。アードベックのグラスでちゃんと用意したんですけれども、もうね見てくださいこの色味、すっごく深くて綺麗なね赤みがかった琥珀色をしてますね。うわー深くてほんと熟成感をこの時点でも感じさせてくれますよね。それでは皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。いやもう年末乾杯ですね。ほんとこの総集編やってよかったなというくらい、このウイスキーに出会えてよかったなという一杯でございます。では香りから。濃いんですよね本当。なんとも複層的で、もう香りの厚みとふくよかさと複雑味が全然ねもう別格ですね。そしてシェリーダルでじっくり熟成させたこのシロップにつけたようなドライフルーツ感というか、たっぷりとした甘みとこのゆったり広がるスモーキーフレーバーがね見事にもう調和してますよね。ではいただきます。いやーちょっと言葉を失いますねこれは。うん、もう口に含んだ時のねこのスモーキーフレーバーの厚みが違うんですよね。そして口に含んだ時にまずは最初は結構しっかりとしたピート感があるんです。スモーキーフレーバーがふわっとねこう口の中に広がっていくんですけど、その一緒にねこの中盤ぐらいまでしっかりと厚みのある存在感のあるこのシェリーダル熟成の甘みだったりとか、ドライフルーツ感だったり、他にもバルサミコ酢とかちょっとスパイスの効いた余韻っていうのがすごくねゆったり伸びていきます。
この余韻にかけてもボリュームが失われずにずっと存在感があるんですよね。いやこれは本当美味しい。いや本当にこれは素晴らしい、美味しくいただいていきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は2022年バー飲み、イベント飲み、量り売りといった様々このボトル買いではない形で飲んできたウイスキー、2022年年間の中でも特にこれ良かったなっていうものを前編10本紹介してまいりました。また好評だったらね、後編も紹介しようと思いますので、よかったらコメントに感想を書いていただきますと嬉しいです。そして今回の10本で気になったウイスキーとか、これ飲んでみたいっていうのありましたら、よかったらコメント欄に書いてってください。それでは皆さん、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。良い家飲みライフを。またね。ちょっとだけ番外編喋ります。いや、それにしてもこのシェリーダル熟成の甘みとこのスモーキーさが見事に融合してて、しっかりと存在感のあるアードベックだなと思います。素晴らしいですね。ということで、こちらの番外編ではさらにねプラス3つちょっと紹介しきれなかったものをお話ししようと思います。まずはですね、先日のこのジャパニーズフェスでいただいたウイスキーを3つ紹介しましょう。これはねすでに動画でご覧いただいた方もいらっしゃると思いますが、お酒の美術館さんでいただいたウイスキーですね。まずはサントリーのブレンデッドモルト、このピュアモルトウイスキーの北斗。これね本当私大好きで、当時これ2000円台で売られてたのかと思うと、本当ねありえないなと今では思いますね。当時竹鶴12年と対抗馬的に出たなんていうふうに言われてますけれども、北斗市が制定された時の記念ボトルとして出たなんていうふうに言われております。とにかくね、香りはピュアでフルーティー、バニラだったりとか青りんごの綺麗なフルーティーさが出ていて、まさに白州蒸留所のモルトウイスキーの個性っていうのを、お手頃かつ純粋なそのフルーティーさを楽しめる、こんな素晴らしいボトルが当時2000台で出てたのかと、本当ね感動の一本ですね。そして次は同じくいただいた、このセットでいただいた軽井沢15年ですね。こちらも閉鎖蒸留所ですよ。この軽井沢のウイスキーも非常に貴重になってて、本当にバーとかでない限りはなかなか飲めないですよね。こちらに関しては軽井沢15年開封したてのウイスキーをいただきまして、もうねすごかったですね。このフルーティーな香り、ちょっとトロピカルな要素もあったし、桃の皮みたいなね、このフレッシュな白桃みたいなフルーティーさがあって、これを北斗と軽井沢で飲み比べる贅沢、これはなかなかないんじゃないかなと思いました。そして最後はこちらウイスキー文化研究所さんでいただいたんですけれども、響きのディープハーモニー、2013年に登場したウイスキーでございまして、響き17年をベースにさらにこのタイプの違う派生品として出てたんですね。特にねこちら貴重なのが、白州蒸留所のワインデル原酒が使われてるっていうところなんです。複層的なこのワインデルのフルーティーさ、ほんと素晴らしかったです。そして他にもね、このイベントとかバー飲みとか量り売りでこれ美味しかったってなったら、ぜひコメント欄に書いてってくださいね。それではまた後編、もしご好評であればお届けしたいと思います。それでは See you next time。 またね。よろしくお願いします。